えどうも、うずです。え本日はゲームの話、ファイナルファンタジー15に関してお話したいと思います。えファイナルファンタジー15、2016年11月29日に発売したメジャータイトルですね、ビッグタイトル。まあ FF15 発売した当初、ゲーム始めた人は、うわ、すごい、何この広い世界、何このグラフィック、たまんねえ、すげえ面白い。ガチャ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 。えんんんんんんうんんんん っていう感じになった方も結構いらっしゃると思います。で、物語を最後まで終えて、うーん。うーんって感じでしたよね。最初。ところが、その FF15、えー、悲惨なところがいっぱいあって売っちゃった方も結構いたと思うんですけれども、売らずにずっとプレイし続けてる人、まあ、あとはアップデートのたびにプレイする人っていうのがいると思うんですが、まあ、結果的には長く遊べるゲームになりましたよね。 まあいろんなコンテンツの追加とか、アップデートとかを結構しっかり制作者側の方がね、やってくれて、スクエニさんの方がやってくれて、長く遊べるタイトルには実際なりました。まあ、そんな FF15 なんですが、2018年3月6日、新しいパッケージ、ロイヤルエディションという PS4 用のタイトルと、あとは Windows エディションという Windows で遊べるエディションが発表されました、先日。すごいよね。まだそう大型なね、大幅なね、アップデートをやって、遊ばせてくれるという。 まあびっくりすするぐらいい息の長いナンンバリングタイトルで,すで今回はその FF15 の追加される内容をさらっと話しておこうと思います。で、今回そのロイヤルエディションに追加される要素としては、えー、本編ですね。本編に加えて配信された6つのダウンロードコンテンツ、特典アイテムなどがもう最初から入ってます。まあ、これはよくあるやつですね。で、さらに新たなエネミーやサブクエストを含むオートインソムニアの新規マップとか、あとは主人公ノクティスの視点でプレイできるやつね。FPS。 ファーストパーソンモードを収録ということで遊びの幅をちょっと拡張された形になりますでそのインソムニアのエクストラマップ拡張マップに関しては複数のサブクエストとあとはケルベロスオメガっていうねあの FF では結構メジャーなやつケルベロスはこの FF15 であれだねなんか映像化されたやつに結構目立って出てきてた三つ首の犬だねとまあ人気のオメガが戦闘で出てくるというちょっとやりごたえのある戦いが 楽しめるみたいですあとは新ファントムモード FF15 ってファントムソードっていって歴代の王たちが使った武器っていうのが出てくるんですけど作中の中にそれを全部集め終わるとファントムソード召喚中さらに強力な攻撃が出せるようになるというこれちょっとおまけの要素ですねあとクルーザーの操作 FF15 に出てきたクルーザーを自分で操作して船だね船の上から釣りをしたりとかして新しい料理とか魚とかそういったものを追加されるという <laughs> ほんと横道にそれる内容多いよね FF15 ってね あと、アーカイブの実装。アーカイブの実装、えー、?FF15 の世界に散らばる創世記等の文章を再度確認できるアーカイブが実装される。FF15 の世界の情報をさらにあの深く、えー、見られるという形になります。で、レガリア、タイプ D の入手、強化クエスト。あれなんだっけ、デシディアファイタルファンタジーの,あのキャッチコピー、なんか皮肉でね、入れられてたよね。なんか、愛車の物語みたいな、えー。車がね、目立って登場するんですけど、その車の、えー、新バージョン。 あと、強化パーツというのが楽しめるそうです。こういう、なんか、無駄、一見無駄なんですけど、こういうところに楽しみを見出せるのが FF15 の凄さですよね。あとは追加トロフィーということで、まあ当たり前か。これはいろいろね、サブクエとか増えるから、トロフィーの追加ですね。まあそんな FF15 の最新パックが、2018年3月6日に発売される。そして、7800円。税別7800円という価格で、パッケージ版、ダウンロード版ともに共通の価格だったはずです。 で、その追加コンテンツというのは、あの、本編をもともと持ってた人は、えー、2000円という価格で単体購入もできるそうなので、えー、わざわざこのロイヤルエディション、あの、パッケージ版買わなくても大丈夫でございます。どうしようかな、やろうかな。ロイヤルエディションね。うん。えー、ということで、えー、発売してから1年半ほども経過しましたが、えー、今でも、えー、皆さんを楽しませてくれるこの FF15、えー、まだプレイされてる方はどうでしょうかあの、オンラインモードのね、 あの、4人でこう、パーティープレイができるゲームもね、去年年末発売されて、配信されてか、配信されて、まあ、楽しんでる方もいらっしゃると思うんですけど、えなかなかこの FF15、終わりが見えないですね。まあ、すごい、すごいと思いますよ。すごい。え以上、本日は FF15 の話をちょこちょこやっていたので、ちょっと今回のこのニュースが出て、話題しなきゃいけないかなと思って動画を用意しました。よし、この後ちょっと仕事だ。仕事行きます。 ではまた別の動画で。バイバイ。あ、そうだそうだ。あの、忘れてました。あの、Windows エディションウィンドウズエディションのちょっと特徴だけ軽く言っときます。Windows エディションは、なんだこれ、4K 対応、最大 8K まで対応してしまうという、HDR10 対応、まあ。ともかく超高精細な映像が表現する究極の FF15 ということで、Windows エディションね。これはやれる環境を持ちの、パソコンでやれる環境を持ちの方は、えすごくお勧めできるんじゃないでしょうか。FF15 の,のすごいグラフィックを、 最大 8K か <laughs> ちょっとすげえな20インチクラスのモニターじゃあんま意味ないよね <laughs> すげえな